こんにちは、吉谷さん。今回の億万長者合宿なんですけども、これね、紹介するのをためらう話だったんですけども、今朝ね、匿名を条件にやんわりとでしたらお話でいいですよっていうふうにご本人の方から許可をいただきましたんで、まあ、やんわりとねお話ししますね。それはですね、生活保護の方なんですよ。数ヶ月前から私の情報発信によっては、生活保護受給者の方が非常に多くチャンネル登録をしてくださって、その中から速稼塾に入塾してくださる方も出てきたんですよね。まあ、当然生活保護の方、その頭金3万円程度結構きついんで、そこはね交渉でもってその方の無理ない形でお支払いいただくっていうふうにしましたけども、私もねそういう方に対して、例えば3万円の入学金のうち一部1万円をいただいたとして、じゃあその月のうちに1万円稼がせることができるかどうかっていったら、一つの大きな挑戦になります。でもこれね、本当に人の先入観といいますかね、人の気持ちを切り替えるだけで月に1万とか2万っていうのは、これはね稼げるんですよ。生活保護の方であってもそんなことで差別する方いないですから、そもそもあなたは生活保護の方ですか、生活保護ビジネスマンですかって聞く方もいないし、自分から言う必要もないじゃないですか。だから特にね、無礼なことをしなければ売り上げは上がるんですよね。まあ、その例を今日はちょっとお話ししようかと思います。当然生活保護の方が収入を上げると、まあ、いろんな問題がありますので、個人を特定されないようにとかいうのはね、最大限配慮しなくてはならないので、その辺で私のズーム対談に出ていただいたりとか、まあなんかね、匿名であっても、地域を公開したりっていうのが本当慎重で、ちょっとね出演は、仮名でもちょっと名前を出すのはっていうふうに、かなり慎重な方でございました。で、今回ね、何を話したいかっていうと、じゃあ生活保護の方がね、どういうふうな収入源を作ったかってことなんですよ。まあ、たくさんの収入源がその人はあるんですよ、今となっては。その中の一つなんですけども、自転車を置くサービスっていうね、これどうですか？自転車を置くサービスですよ。すごく面白いでしょ。これどういうサービスかっていうと、詳細はちょっとねお話ししませんけども、もう大体わかると思います、ざっくりと。最近ね、まあ、どこの家も少子高齢化、核家族が進んでいって、単身世帯とか夫婦世帯とか、それからまあ独居老人とか増えてるんですよね。で、留守がバレると実はね困る方もいるんですよ。例えば一戸建てで、あ、この家留守なんじゃないかなと思われたら、空き巣が入っちゃったりするらしいんですよね。で、そういうのを避けるために、家が誰もいないよってことを悟られないような形で、考えられているものとしてですね、家の駐車場に車を置いておくっていうものが一つあるんですよ。家の駐車場に、一戸建てに駐車場に車がドーンと置いてあると、あ、この家は人がいそうだなって思われる。車がないと、あ、出かけてるなって思われる。その可能性がありますよね。で、車がない方とか、いちいちそんなことやってられない方は、今度はね、エアコンとか電気をつけっぱなしにして、で、誰かがいるっていうふうに装うというね、そういう偽装もあるんですよ。夜電気がついてる家は、あ、ここの家、人がまだいるなっていうふうに感じさせると思いますし、お昼間でもエアコンのファンがぐるぐる回っていたら、家の中に人がいるなって思われるじゃないですか。まあ、ですんで、人が住んでそうな気配を残すってことが必要なんですよ。まあ、そこで立ち上がったのが私の提案したビジネスだったんですけども、まあ、お出かけになったお宅にね、契約しているお出かけになった家に車を置いておくとか、それから電気をつけっぱなしにするみたいなのがあるんですけども、やっぱり電気代の関係とかね、そんな車みたいな大物を行ったり来たりとかさせられないよっていう事情もありますんで、で、その私に相談してくださった生活保護の方は車を持ってないわけですよ。じゃあどうするってことになりました。自転車使いましょうと。自転車ならえっちらおっちらで持っていけるし、まあ乗ってもいいですよね。で、結構近所のフォローするエリアが広がるわけですよ。で、基本的にその生活保護の方は基本的に一日中家にいらっしゃるらしいんですよ。まあですんで、留守になったお宅に、まあ何月何日の何時から何時まで留守にしますよっていうような契約先から連絡をいただいたら、自転車を置きに行くらしいんですよ、その家に。しかも1台じゃなくて3台ぐらい。3台ぐらい自転車を置いて、1台をこうやって立てかけておくみたいなね、その演技をして、この家に人が集まってますよみたいな演出をするらしいんですよ。で、その家のお宅の方が帰ってきそうな時間に、
自転車を撤去して置くみたいなね、そんなサービスを始めたらしいんですよ。単価はちょっとね月間なんですけども、ちょっとお知らせしないでおきますここでは。でそういうサービスをやって、このサービス独特なんで、もしかしたらこの YouTube 見て感づく方がいるかもしれないですね。要するにね、お出かけになって留守をバレたくない家に自転車を置きに行って、で帰ってきそうな時に自転車を撤去するみたいなサービスなんですよ。で自転車は何でもいいじゃないですか、それこそ所有者がいてもいなくてもいいんですよ。でそういう場合の自転車の契約もしてるらしいんですよね。まあ、詳細は、ちょっとお話できないんですけども、この辺です。つまりこれで収入を上げてるんですよ。これは私がねそういう風にしたらっていう風にお話したいろんな例の一つです。その一つの中で自分の環境と体力とそれから地域の環境に合わせてできそうなやつはこれかなと思ったんで、そういうサービスを始めたらしいです、でその方はね地域の方との関わりは最初はあんまりなかったらしいんですよ。ですんでまずは関わりを増やしていきましょうということで、露出を増やすっていう演出をしました。じゃあどうやって露出を増やすか、ね、YouTube いっぱい撮ったりとかブログいっぱい書いたりとか SNS の発信したりとかじゃないですよ。家の前を常に掃除することから始めましょう。ほうきでね家の前を掃除する、もうゴミが落ちてなくていいです、掃除する姿を見せるんです。そうすると何が起こるかっていうと、家の前で毎朝毎朝掃除してるもんですから、近所の人とね顔を合わせる瞬間って増えるんですよ。最初はお互いに見て見ぬふりで素通りするだけかもしれませんでしたけども、やっていくうちにおはようございますみたいな感じになってくるんですよ、ね、でおはようございますの次には今日は天気いいですねとかなってくるんですよ。かける言葉が変わってくるんですよね。そのうちに通り過ぎる方はいつも掃除してるあの方誰だろうって感じで表札をチラ見するようになったらしいですね。ここまで私のね筋書き通りです。そういう風にしていってだんだん仲良くなっていくっていうのが最初の取っかかりです。ですから動画を無数に出していくことをリアルでやるとこんな感じなんですよ。でその結果、まあ、2点3点のどんぶらこどんぶらこがあってですね、で数ヶ月後にこういう風な契約で収入を得れるようになったんですよ、ね、月間収益ですよこれ、すごいでしょ、不安を抱えてらっしゃる方の不安を解消する一助になったってことですよね。まあだからね、なんかね世の中ねハワイで石を売るとかその0円で不動産をするとかね、そういうふうなこともありますけども、こうぼーっと庭を見上げているとぼーっと庭を見ているとね、これでもあれでも金稼げるなと思うんですよ。でそれを私こうやってね惜しげもなく動画で喋ってるんで、その中の一つを取り入れて見てればいいんじゃないかなと思います。もう自分で考える必要すらありません。アイデアっていうのはもうアイデアはその情報化社会の中でもう様々なところに落ちてるわけですよ。それこそ稼ぐ方法で検索したらもうね腐るほど出てくるんで、その中で自分の環境に合ったやつを試してみる、でこれダメ試してみてダメだったらこっち、こっち試してみてダメだったらこっちっていうふうにどん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 やっていけば、そのたんびにね、あこの方法ではうまくいかなかったんだってことが分かるんですよ。うまくいかない方法が一つずつ分かっていく先にだん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 うまくいく方法しか残んなくなってくるんで、続ければうまくいく稼ぎるようになるってことだと思うんですよね。まあだからね、なんかネットを使ってどうこうとか、なんか YouTube がどうこうとかっていう話もいいんですよ。でもじゃあネットが一切なくなったらっていう話をしても無駄ですよ。ネットが一切なくなっても私は稼げると思いますからねそれは。あとはもう客数と客単価をどう取るかってことなんで、ネットがあろうがネットがなかろうが、パソコンできようがパソコンできなかろうがね、生活保護だろうが大富豪だろうがお金を稼ぐ方法ってのは別にそんなに変わんないと思いますよ、ということでね、まだまだアイデアはたくさんあるんですけども、自転車を置くサービスだってお金になるということなんですよ。でもっと言ったらね、自転車も調達できなかったらその雑誌でもいいかなと思ったんですよ。雑誌をこうなんか紐でくくってね、それを家の前に置いとくだけでも、あなんか掃除してる最中かなって思わせることできるじゃないですか。まあ大体そういうところに、ね、入ってこないんですよ、キスは。なんか動きのあるところには、そういうことだと思いますけどね。なんでしょうね、まあ、まだまだ稼げる方法はもう腐るほど脳みそから溢れてきます。で私はもう体が一つなんでできないですけども、私の代わりに誰かやれればいいんじゃないですかね。やれば、やれば稼ぎ方1万通りあるん で私は一通りしかできないですよ、体が一つなんで。
だから残りのね9000通りぐらいは9000人の方がそれぞれの地域でやれば儲かるんじゃないかなと思いながら、トモさんの日記でございました。ゲッチュー。